今回は、霧島東花さんの銀座最年少ママの売れ続ける力という本を読みましたので紹介させていただきます。第一章、なぜ私が銀座最年少ママになれたのか。いい子を演じることが得意だった子供の頃。笑っていたら好かれよりになった。何か大きなことがしたいと思った高校時代。大学入学後、起業にチャレンジしたものの、最初は、 時給3000円からのスタート。ライバルの先輩がいたから頑張れた。内定自体、初めて親を泣かせてしまう。ママをやるには今しかない。ママになれたのはママになると決めたから。銀座でママとして生きる覚悟。第2章、銀座最年少ママの仕事の流儀。半歩先をやり続けたから、今がある。 目立つキャラを演じてお客様に覚えてもらう。美人じゃない方が銀座では成功する。仕事ができる子は数字に強い。ママの実力は席の作り方に現れる。個人で勝つよりチームで勝つことを優先する。銀座で変えていいルール。変えてはいけないルール。第3章。 銀座最年少ママのチャンスをつかむ接客術。アイコンタクトだけでも接客はできる。お客様の名刺から読み取れる情報はたくさんある。お客様の情報はトイレでも,もメモする。接待のゴールは2種類ある。お客様を観察しながら滞在時間と予算を見積もる。女性のお客様から好かれるといいことが起きる。 銀座に慣れているお客様と慣れていないお客様の違い。自分と会わないお客様は無理をしてまで接客しない。嫌な時はきちんと嫌ですという。お客様の記憶に残る鍵はお見送りプラスお礼メール。第4章、銀座最年少ママの心を虜にする会話術。聞き上手じゃなくても大丈夫。 会話は3つのパターンを用意しておく。無口なお客様ほどいいお客,おいいお客様。会話が苦手ならとにかくオーバーリアクション。聞き上手よりも質問上手になれ。お客様のタイプによって褒め言葉は異なる。絶対にお客様に会話で勝ってはならない。お客様の悩みは全て肯定的に聞く。お客様の悪口は 口が裂けても言わない。失言を恐れるかれ。お客様を怒らせたら、とにかく謝るしかない。第5章、銀座最年少ママのリピーターにする営業術。特別な営業活動なんていりません。メールの文章はあえてビジネスライクにする。いいお客様ほどメールを返さない。銀座の女は断然 LINE よりメール派。 SNS 時代だからこそ気をつけたいお客様との距離感。本当に売れている子は同伴アフターに頼っていない。イベントに頼るのはお客様を呼ぶ力がないから。お客様からもらって一番嬉しかった誕生日プレゼント。色恋営業に頼れないからうまくいく。第6章、銀座最年少ママの胸の内。私が本当に欲しかったものは。 プロフェッショナルよりもジェネラリストになりたい。プライベートでは全然モテない私。気分が落ち込んだ時にしていること。運を味方につける生活習慣。体調管理の基本は掃除と睡眠。お酒との上手な付き合い方。お金について私が思うこと。挑戦は続く。後書き。はい、以上になりますので。 よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。